会社を作る、まあ、法人化をしてですね、賃貸経営される方、結構いらっしゃると思います。その時に出てくるのが、源泉税ということなんですね。こんにちは。大家さん専門税理士の渡辺浩二です。今日ですね、会社を作ったら、しなければならない、源泉所得税って何なのか、年末調整って何なのかということですね、お伝えしたいと思います。大家さんの中でですね、会社を作る、まあ、法人化をしてですね、賃貸経営される方、結構いらっしゃると思います。その時に出てくるのが源泉税ということなんですね、まあ、特にその会社からお給料を出す時に、源泉税ということですね、こう発生するわけです。でそれをこう納付したりとかですね、しなければいけない、もしくは年末にですね、年末調整というのをしなければいけない。まあ、そもそもそれって何なのかっていうことですね、お伝えしていきたいと、思っています。まずですね、源泉所得税、これ何なのかっていうことなんですけども、もう一言で言うとですね、一言で言うとこちらです。会社から支給される給与などの一部を天引きしてですね、所得税を前払いさせる制度なんだということなんですね。お給料から所得税を天引きしちゃうと、それを前払いしなさいよと、まあ、そういった制度だということになってきます。ちょっと図解でですね、説明した方が分かりやすいかなというふうに思いますので、こちらですね、会社があってですね、まあ、これは自分で作った会社だと思ってください。でそこで、まあ、役員とか従業員ですね、まあ、自分が役員でもうお給料もらえますよ、まあ、そういったパターンも、同じになります。この会社からですね、お給料が払われますよ。お給料が払われます。っていうときに、そこでですね、源泉税ですね。源泉所得税というのを、差引いていきますよということになります。でこの差引いた源泉税ですね、天引きした源泉税というのは会社が預かるわけです。預かり源泉税という形で預かっているんですね。でそれをどうするかというと、国にですね、納付していきますということになるわけです。でこの納付というのが原則ですね、原則、その支払った翌月10日まで、翌月10日までに、国に納付してくださいよということになっています。ただ、特例としてですね、これ届け出を出すと半年ごとでいいですよという形になっています。どういうことかというと、1月から6月までの半年間分はですね、7月10日までに払ってくださいよと。で、7月から12月までの分ですね、この半年分に関しては、その翌年の1月20日までに納付してくださいよという形でですね、半年間ごと、年に2回払えばいいですよということができます。で、この源泉税なんですけども、この源泉税というのは、基本的には概算です。概算で、天引きされます。で、なんで概算かというとですね、結局この方の所得税、この方の所得税というのは1年を通していかないと正確な税金というのが分かんないんです。所得税というのは1月1日から12月31日までの儲け、この儲けで所得税というのは計算されるわけです。でもっと言うとですね、この所得税というのは超過累進税率になっていきますので、その所得がですね、多くなれば多くなるほど高い税率でこうかかってくるわけですね。なので正確な税率とかというのはもうこの1月から12月までトータルで計算してみないと分かんないですよ。でそれをですね、源泉税という形でこう前払いしているわけですから、どうしてもこれ概算にならざるを得ないという形になるわけです。なので、これをどうするかというとですね、最終的に、国にですね、確定申告で精算するということになるわけです。これあくまでも概算なので、確定申告ですね、1月から12月までのトータルを、再計算してですね、で納付していきますよということになるわけです。当然払った源泉税というのはここから差し引かれます。もうすでに払って前払いしているわけですから、ここで、精算をするわけです。足りない分は、払うし、払いすぎた分は戻るという形ですね。還付を得られるということになるわけです。
で、この従業員とかですね、役員とかお給料以外でも、源泉税というのは発生します。例えばですね、個人の弁護士さんとか税理士さんとか司法書士さん、社労士さん、行政書士さん、その方に払う報酬ですね、報酬に関してですね、源泉税というものが、取られますという形になっています。源泉税を取らなければいけない。でこれも預かり源泉税として、国に納付しなければいけないんですよ。で原則は輸血とかもある、でこれも特例が使えないんですね。特例が半年間もですね、年に2回、納めなければいけないということになります。で取られた、この源泉税というのは概算ですから、なので、この弁護士さんとか税理士さんというのは確定申告で精算をしていきますよと、まあ、そんな流れでやっていくわけですね。でただですね、弁護士法人さんとか税理士法人さんとかですね、この法人に払う、ここが法人だったら、これは源泉税の支払いはないですよという形になります。これはあくまでも源泉所得税なんですね。所得税、話になります。これ個人にかかってくる税金なんですよ。法人であればこれ法人税という話になりますので、これさっぴくのは、所得税なんですね。なので法人に関してはこの源泉税の徴収というのはないですよということになるわけです。で先ほどもちょっと話に戻りまして、このお給料ですね、お給料もらう役員とか従業員さん、まあ、先ほど確定申告で精算するって言いました。確定申告で精算をするのが原則なんですけども、もしですねこの方がお給料のみだった、お給料のみだったら会社で、この方の所得というのが把握できるわけです。会社がこうお給料支払ってるわけですから、1月から12月分ですね、お給料分かりますよね。でこの方が、の所得が、そのお給料のみだったら、これ概算で取ってますけども、正確な所得税というのは計算できるわけです、ここで。でこれを行うのが何かというと、これが年末調整ですね。つまり本来であれば確定申告で精算するのが原則なんですけども、会社の方が、把握できているわけです。お給料、この方のお給料全部把握できてますので、この方の税金が計算できちゃうんですよ。なので確定申告の代わりにですね、年末調整というもので、精算しますということができるということになるわけです。なので、この源泉所得税の というのとですね、この年末調整というのはセットですよということになるわけです。ただですね、年末調整で、やってもらえないものがあります。年末調整というのは、この方のですね、まあ、お給料1月から12月分までのお給料ですね、それから所得控除関係ですね、例えば扶養控除とかですね、生命保険料控除とかっていうのを、どれぐらいあるかっていうのを会社に伝えるわけです。伝えて、その会社がですね、代わりに確定申告ですね、の計算をしてくれるというのが年末調整ですね。ただ、やってもらえないものがあります。所得控除関係でやってもらえないものがある。これが、こちらの3つなんですね。まず、医療費控除ですね。医療費控除。どれぐらいこの人が医療費でかかったのか。医療費控除。それから、寄付金控除。まあ、最近では、ふるさと納税とか、やってると思います。この人がどれぐらい寄付をしたのか。っていう控除です。それから、脱損控除。脱損控除というのは、災害とか。台風とかの被害を受けたりした場合に控除が受けられるという話なんですけども、基本的にこれらはですね、年末調整の対象ではないということになります。一部ですね、ふるさと納税に関してはワンストップ納税という形でですね、年末調整じゃないんですけども申告しなくても済む制度が取られてはいるんですけども、年末調整ではですねやってくれないということになるということですね。なので、基本的に医療費控除とか、受けたいよという方はですね、やっぱり確定申告をしなければいけないということになります。でさらにですね、年末調整しない人という方も、います。こういう方は、そもそもが年末調整しませんよという方ですね。どういう方かというと、お給料ですね、の収入、年収が2000万を超える方ですね。2000万を超える方は、これは年末調整してくれません。
まあ、そもそも原則ですよ。原則は確定申告しなさいよと、いうことが、原則なんですね。なので2000万もあるような方は、まあ、自分で申告を、ね、原則通りやってくださいと、いうふうな、ことになる。こういう方はね、まあ、投資しないということですね。それから2箇所以上からお給料の支払いを受けているような人ですね。まあ、最近ではこう副業なんかでですね、1箇所じゃなくてこう、2箇所とかですねからお給料もらっている方も、いらっしゃると思います。こういう方は、そもそも年末調整しない、まあ、会社が把握できないですからね。なのでこういう方は確定申告してくださいということになります。それから年の、途中ですね、中途で、退職した人ですね。こういう方も年末調整 しません、まあ、会社は分かんないですよね。会社はその方が、ね、年間を通してどれくらい、ね、お給料もらったかっていうのが分からなければ年末調整できないので、中途で退職した方はですね、ご自身で確定申告する必要があるよということになるわけです。なので、まあ、こういった方ですね、こういった方というのは、確定申告が必要になりますよということになるわけです。まあ、逆を言えばですね、こういう方はですね、確定申告をすることによってもしかしたら還付ですね、所得税が返ってくる還付を受けられる可能性がありますので、こういう方はですね、ぜひ確定申告してくださいということになるわけです。ということでですね、今日は源泉、税、それから年末調整という話をしました。そしてもですね、大家さんがですね、会社を作るというと、こういったことが、出てきますので、ぜひ知っておかれるといいかなというふうに思います。